二人に疲れた一人に戻り、また誰か恋しくてまた繰り返す。屋根の上の猫がそんな俺を見て、珍しいものでも見るような顔して笑った。変わりゆく時間に心を惑わされ、今日一番の宝は明日クズかもしんねえ。俺は見て12月、俺はクリスマス気分、あちこちから思い出したようなジョンの声。そして俺と起きたらいつもこの頃になると、何かやり残したような柔らかな後悔をする。捨ててしまえばそこから全て、新しい暮らしが始まるわけじゃない。屋根の上の猫が気にするわけもない。顔が入れ替わるだけの笑いがあった。日から見た時間に夢という水をまき、なんとか本当の出口を探し歩く。そこから何が見えたら満足なのか、俺にはクリスマス気分、あちこちから思い出したようにジョンの声。そして俺と来たらいつもこの頃になると、何かやり残したような柔らかな後悔をする。ボトルネックライターでやるからね。